はい、どうも、こちら今回また逆転裁判1、2、3、なるほどセレクションから逆転裁判1をね、やっていこうかなと思います。前回は、確か、なんて言えばいいんだろうな。D65 事件のことについてまず調べていったわけよ。で、弾丸が2発撃たれてる。で、もう1発の弾丸は、外部から撃たれた可能性が高い。っていうことが分かったんだよ。で、じゃあ、御剣が暴発させた一発はどこに行ったのかってなったら、その外部から来た犯人に当たったんじゃないかっていうことで、まあ落ち着いて、で、外部からの犯人がもしかしたらこのカルマケンジじゃないか。ということで、カルマケンジの体を金属探知機で調べたところ、まあ、弾丸が未だに埋まっているということが分かったんだけど、まだその弾丸が、果たして DL65 事件のものなのかっていうことを証明しろとね、カルマのジジイが言ってきたから、さてどうするかってとこなんだけど、なんかなるほど君にはね、なんか策があるみたいだから。ちなみに俺は分かってないんだけど、ちなみに俺は分かってないんだけど、なんか策があるみたいだから聞いてみようか。なんだと？惜しかったね。あともう一日だったのに。あるんだよ。証拠ならな。あれお前そういうキャラだったっけ？キャラ変わったね、お前。なんか、力強くなったわ。何？御剣を有罪するために自分で墓穴を掘るとはね。あんたの肩の弾丸と DL65 事件を結びつける。これが最、何？何よ？これしかなくない？もうこれどうやって、でも これどうやって証明するの？でもこれだって心臓から摘出された弾丸、線条痕ははっきり残っている。これかな。まあダメージ食らってもまだ余裕あるからさ、行ってみるか。だってこれしかないもんな。だって息子エレベーターに閉じ込められ、発見された一発の弾丸と死亡。これしかなくない？頼む、なるほど。頑張って。なるほど。それは、弾丸ですか？貴様、どうしてそれを？盛り上がってるところすいません。僕わからないんですよ。どう証明するのか。これは DL65 事件で使用された弾丸です。これと弾丸が一緒かどうか調べるってことか。被害者の御剣の心臓から摘出されました。保存状態は良好で線条痕もはっきり残っています。線条痕、今から2日前、最初の法廷でも線条痕の話が出ましたね。指紋みたいなものです。弾丸には必ず銃身による傷がつきます。ここに2つの弾丸があります。御剣の心臓から摘出されたこの弾丸、そしてカルマ原子、あなたの肩に埋まっている弾丸、2つの弾丸の線条痕を調べた結果、もしその線条痕が一致したら、2つの弾丸は同じピストルから発射されたことが証明されます。同じピストル、すなわち御剣を撃った凶器です。カルマ剣士、その方に埋まっている弾丸を摘出してください。そしてこの弾丸の線条痕と比べてみましょう。それでこの事件は解決です。いかがですか、カルマ剣士。この悲鳴、どこかで聞いたことのある。そうだ、あの時だ。そこで一致したますか、証拠が。はるだから、ええー、聞いた。うるさい、黙れんな。
こっちまでおかしくなる。あれの空気は吸うな。平気なんだ、食べてやる。あれの空気は吸うな。僕のお父さんから。お父さんから離れろ。パーン。うがー。確かにお父さんそういうキャラじゃないもんな、多分。お父さんそんなうごうなんか言わないよ。あの時の悲鳴だ。15年前、私がエレベーターで聞いたのは。カルマケンジ、あなたの悲鳴だったのか。あ、もうこれはもう法廷を味方につけたぞ、これ。カルマケンジ。ああ、ミツルギー、ミツルギー、またしても我が輩に立てつくとは。やはり、ああ、違う違う、やはり、あなたが。親子揃って目障りな奴らだ。あ、そうなってんだ、構造。そこに手掴めるんだ。へえ。我が輩の経歴に処罰の泥を塗った親父に、我が輩の肩に生涯消えぬ傷、なんだこれ。を結んだ息子、この手でおぶってやる。死刑台に送ってやる。うるせえな、お前。おい、ゲームやってんぞ俺は。うるさいんじゃん、お前。検事局長、申し訳ない。カルマ君、君らしくもないヘマをしたものだ。あの御剣弁護士に尻尾をつかまれるとはね。油断したようだ。残念だが君には処罰を受けてもらうよ。さすがに今回ばかりはかばうわけにもいかないのでね。あ、まあそっか、ずっと不正じゃないけどさ、そういう感じでやってたんだもんな、無理やり証拠集めて。実力なくてもね、実力なくても成果を出してきたからな。味わったことないショックだった。この我が輩が処罰されるなど、精神の落ち着きを取り戻すのに数時間かかった。気がつくと我が輩は闇の中にいた。そこは裁判所の資料室だった。いつの間にかそんなところに来ていたらしい。部屋の中は真っ暗だった。どうやら停電しているようだ。廊下に出て手探りでエレベーターの前に出た。エレベーターのボタンを押す。しかし反応がない。次の瞬間、何が起こった。肩に焼き付くこの痛み。その時電力が回復した。目の前でドアが開く。3人の人間が見えた。彼らは酸欠で気絶していた。不思議なことに足元にピストルが転がっていた。これは運命なのだ。我が輩はそう知った。ああ、なるほどね。最後の瞬間、ミツルギは気絶していた。奴は誰に撃たれたかも知らぬまま死んだのだ。こいつ霊媒師の口を介してハイネを告発したようだが、我が輩は被害者自身をも完璧に欺いてやったのだ。あのエレベーターの扉を再び開ける男が現れるとはな。裁判長。はい。何をしておる。このささやかにゲームに幕を引くのは貴様の役目だろう。あれ、なんか意外とそういうキャラ、お前まさか。そういうなんかすっきり終わらせてくれるキャラなのか、お前。無理やりなんかね、連行されるとかじゃなくてさ、暴走して連行されるとかじゃなくて、俺に罪を与えろっていうことを、俺に有罪と言えっていう、そういうなんか気持ちいいキャラなのか。今がその時だ。さっさと幕を引くのだ。わかりました。私たちはどうやら迷宮の出口にたどり着いたようです。15年の歳月をの果てに。へて、何あれ、ミスリギレージ。はい。あなたは無実だった。すべては悪夢に過ぎなかったのです。ミスリギレージに対する判決を言い渡します。無
つらい。おめでとう、みつるぎおめでとう。かっこいい、かっこいいよみつるぎ、最高。では本日はこれにて閉店。いやちょい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 、カルマに有罪は。ちょっと七六、ついにやったね。見た見た、カルマケンジのしみったれた顔。あれ平気なふりしてるけど心の中はどしゃぶりだよ。何その表現何その表現急にいい気味だね。いや全く、それにしても危なかった。もう絶対にダメだと思ったよ。そうだね、私もずっと半泣きだったよ。まあ今となってはいい思い出だけどね。終わったな、みつりぎ。なるほど。ん？その、なんと言えばいいのか。そういう時はね、ありがとうって言うんだよ。そうなのか。ありがとう。なるほど。どういたしまして。いまいち張り合いがないな。すまん、こういうの苦手で。もう、ダメだな、三菱賢治は。やれやれ。わあ、さすがっす。自分が見込んだだけのことはあったっす。富子圭介、この恩は一生忘れないっす。今夜バーってやるっす。自分がご馳走するっす。今月から給料がちょっぴり下がったっすが、気にしねえっす。おらおらおら、三菱賢治、富子圭介を見習うの。あんな感じでやると感謝の気持ちが伝わるんだよ。なるほど。ごうおお。ダメだ。やっぱり私なんか。まあまあ、少しずつ慣れていきましょうよ。こんな素直なミツルギを見るのは15年ぶりだな。あ、いたいた。お前も来んの？お前来なくていいよ別に。帰れよお前。夏美さん、まあ、声増やすなよ。喉の負担が考える喉の負担を。いやあんたらかっこよかったで。ありがとうございます。もうちょっと多いって。お兄ちゃん、ムーさんおめでとう。お大きに。うちには最初から分かってたんやで、あんたが無罪だってな。確か初日の検察側の証人だったような。まあ、細かいことを気にしなさんな。そういえば夏美さん、今は何を。おー、今か。大学に戻ったね。スクープカメラマンになる夢はもうおしまいや。そうなんですか。あれ？ん？あそこにいるの公園のまんじゅう屋ちゃうか。ああ、じゃあ、やはりも来んのかい。来んじゃねえよ。声が多いんだって。死ぬんだ。なんでお前がそんな顔してるんだよ。なるほど、俺そろそろ死ぬからさ。いや、かすみがよ、パリで暮らすって言い出して置いてかれちまったんだよ。やれやれ。お、ミスルギいたのか。お前さ、さすがにかぶるわ。ヤマちゃんじゃないもん。ヤマちゃんじゃないからさすがにかぶるよ。そんな6人で来られたら一気に。今までさ、2人ずつとか3人ずつしか来なかったからさ、あたかも声を変えてたかのように見せてたけどさ、そのやはりとさ、大阪とさ、なるほど来たらそりゃ被るじゃん、声。そんなの。そりゃまあ、いる。おめでとうな、みつるぎ。これ、俺からのお祝い。お祝い？珍しいな。お、あんたも後で来るっす。ごちそうするっす。ああ、楽しみにしてます。お、敬語使えるんだ、お前。お、なるほど。あいつ、俺を取り調べした刑事だぜ。ごちそうってまさか、カツ丼じゃねえだろうな。それはないと思うぞ。なるほど。ん？どうした？金が入ってるぞ。やはりがくれた封筒。そりゃそうだろう。お祝いだからな。3800円だ。また随分半端な金額だな。3800円って何これ。あ、
給食費じゃないのこれ。おい、給食費の範囲やはりかよ。3,800円。なるほどくん。小学校の頃、ミスレギエンジが盗まれた給食費って確か。3,800円。まさか。まさか。やはりお前。何を色めき立っている。なるほど。え、確かにやはりはあの日風で学校を休んでいた。だがだからといって犯人でないという理由にはならん。え、15年前のあの日、休んだはいいが退屈だったやはりは学校に来てみたんだろう。そしてまあちょっと手が伸びてしまったんだろうな。あの、打ちまったんだろうね。いやはやこれが。まさかお前知ってたのか。怪しいとは思っていた。いつものやはりならお前をかばうのはおかしい。みんなと一緒になって。急にブスになんなよお前。だから急にブスじゃんお前。びっくりしたよ俺。反応できないとこだった。危なかったよ。ごめんね、せっかくブスになってくれたのに。ここぞとばかり責めてただろう。むむむ、かっこいいのよな。正面向いたらかっこいいのにな。なんでその角度ブスなんだ。なるほど。もしかしたらお前は知らないかもしれないが、この男はこう言われていたんだ。事件の陰にやっぱりやはりと。その言葉なら嫌というほど思い知らされてるよ。いや、なるほど。まさか君が気づいていなかったとは。意外だねこりゃ。みつるぎ、うん、言えよ。まあまあ、なるほど。もう15年前のことでしょ。これって時効ってやつだよね、三つるぎ刑事。なんかブスになんなっておい。その顔やめろよ。その顔ずるいわ。三つるぎっぽくないもん。そういうことだな。そういうことだよ。まったく、お前らに感謝して弁護士になった僕の立場はどうなるんだ。感動的なまでのお人よしといったところだろうか。とんだお調子者とも言えるよな。死刑だ。こいつを死刑にしてくれ。こんなことなら検事になればよかった。それは私も同じだ。もしかしたら自分は父親を撃ってしまったのかもしれない。自分は罪人かもしれない。私はそういう自分を罰せりに回って検事になった。こんなことなら弁護士になりたかったよ。ああね、ほんと逆だったんだな。希望が変わるか。なるほど。おい、みんな写真撮るで。ほらほら、写真だって。行こうよ。あとはごちそうっす。シールだシールだ。もう最後の最後にしてさ、俺にその声の使い分けを強いるんじゃないよ。クオリティ低いのバレるだろう普通に。サネルは糸の子刑事の決死のサービスで、僕たちは全てから解放された三剣を祝った。もちろん三剣本人はまだ留置場の中だったのだが。何それ。何そのパーティーに本人不在なの。午前5時2分、朝早くない。あ、お姉ちゃんが霊として現れるんじゃないの。お姉ちゃん、お姉ちゃんっていうか、まあ、なんだっけ。誰だっけ名前。昨日は騒ぎすぎたな。まだ頭がガンガンするぞ。まだ5時か。もう一寝りするかな。あれ、これは手紙。あれ、パスコ、お前、いなくなるのか。おはよう、ナラオド君。昨日ナルオト君はほとんどかっこよかったです。そんなナルオト君を見ていてこう思いました。こんなことでいいのかなって。私は霊媒師です。まだ一人前じゃないけど、私もミスルイ検事の力になりたかった。ナルオト君を助けたかったです。でもできませんでした。とても悔しかったです。なそのデスマス文、デスマス文やめろよ。ちょ、なんか愛がないわ、愛が。だから私は一度修行に出ようと思います。
そしてまず霊媒師として一人前になろうと思います。顔を見ると言えなくなりそうなので手紙にしました。さようなら。なるほどくん、まやちゃん。さようならって、今何時だ。始発の朝時間過ぎている。とにかく駅。あとドラマチックな展開、何それ。初めて出たわ。初めて出たぞ、ホームのカット。やっぱりいないか。あ、なるほどくん。まやちゃん。行けよ。もう改札通っちまったんだろ。行けよ。やっぱり行っちゃうの。悔しいから、霊を呼べない霊媒師なんて。それに私はなくてももう平気だもんね。なるほどくん。じゃあ元気でね。まやちゃん。え、まやちゃん、聞いてくれよ。この最後の決め手になったディエル6号事件の弾丸、俺は一体誰が持ってきてくれたと思う。俺でもない、鹿沼健二がミスしたわけでもない。あの時飛びかかったまやちゃんのおかげでもらった証拠なんです。聞いてください。ちょっと待って。何？みつるぎを助けられたのはまやちゃんたちのおかげだよ。え？最後の法廷で聞いたんだよ、千尋さんの声を。お姉ちゃんの声だけだけど、最後の最後もうダメだって時に。そうなんだ、さすがお姉ちゃんだな。糸の子刑事さんも鹿毛先生もやっぱりさんも、やっぱり私だけだ、何の役にも立たなかった。カルマにとどめさせたのはまやちゃんだよ。私は何もしてないよ、ただおろおろしていただけ。悪いけどこっちには証拠があるからね。証拠？ちょっと行かせてもらっていいですか。俺はボケないよ。行くぜ。弾丸。カルマは DL6 号事件の資料を全て隠すつもりだった。でもまやちゃんが守ったんだよ、最後の証拠品を。この弾丸がカルマを倒したんだ。この弾丸を僕にくれたのはまやちゃんだよ。なるほどくん、ありがとう、まやちゃん。帰ってくるから。え？一人前になったら帰ってくる。うん、待ってるよ。やっぱり私がいなくちゃダメだからね、なるほどくんは。そんなことはないけどさ。あ。じゃあ行くね。うん。あー、いい笑顔。それいい笑顔だな。最後やっぱ別れは笑顔でね、終わりたいとこだよな。あー、なこのカット泣くじゃん。ありがとう、なるほどくん。いいカット。何これ、娘の状況じゃん。これで僕の物語はおしまいだ。姉妹弁護士だった自分に別れを告げて、僕は今新しいページをめくり、新しい物語を生きている。相変わらずの顔ぶれで。終わったか。まだまだ甘いな、知る。なるほどくん、もう一度考え直しなさい。ではお言葉に甘えて。まあ確かにそういうシーンあったもんな、結構な。終わっちゃったな。まあ終わるだろうなと思ったけど、あれ。なんとみつるぎ健二が電子の挨拶に来てくれたっす。こんなこと初めてっす。嬉しかったっすね。おお、どのこぎり刑事と叫んだ後、首をひねりながら帰っていったっすが、あれは一体何だったっすかね。あ、おしゃれだね、エンディング。なんかスタッフロールじゃなくてさ、こういうなんか
回想を交えながら。え、なるほど。さあね、しばらく会ってねえな。あ、俺最近は豆腐屋でバイトしてるよ。みゆきのやついい女なんだけど、ちょっと金かが、まあ今彼女ハワイに行ってて会えないんだけどね。誰が聞き込みしてるんだ今これ。これさ、でもこの調子で言ったら関わってる人めちゃくちゃ少なくない？あ、懐かしい。もちろん覚えてますよ。なんでも最近は随分活躍しているとか、こんなこと言いたかないけど、この私が座ったようなもんですよ。彼もきっと結構早いな。ちょっと待ってごめん、結構早いな、スライドが。ちょっと声まではやめとくわ、普通に。あ、いたね。なるほど、龍一。はて、あ、この私が宣誓書を書いてあった。あ、私今度バンドホテルの支配人に決まりまして、近くお越しの際はぜひ当ホテルへ。え、でもこれ誰かがさ、なるほどについて聞いてるってことだよな、視点としては。それが次回作の主人公じゃないの？あ、はん、なんじゃ、君は。なるほど、龍一。ああ、千尋くんの。どうしておるかの、最近顔見せた見せんが、これやっぱり。やっぱなるほどの時代が終わったのかな。一応ね、逆転裁判ね、これはワンツースリーなるほどセレクションだから一番これ初代のね、初代の逆転裁判だからさ、懐かしい面々が出るね。なんかこうやってすると結構これかぶってんだよな。それはね、限界があるからな。俺も声優じゃないから。お、出た。うん、出られませんよ。撮影が終わるまでいつ前以上に顔を出さないようにしてますよ。懐かしいな。懐かしいけども、この次の人カルマだよな多分。撮影所多いな、メンバー。ホテルの時一人しか出なかったのに。だから犯人以外の人たちが来てんのかな、これ。今んとこ。犯人は言ってないもんな。次あれか、おじいちゃんかな、多分。おじいちゃん。あとあれか、おばちゃん、あれだ、大阪だ。あ、お前もいたか、そっかそっか。首直せよ、早く。いつまで首折れてんだよ。直せよ早く。いつまで通行止めにしてんのよ。あ、中見ちゃったんだ。あれだね、でも結構関わってる人少なくならない？これ。まあさっきも言ったけどさ。だって、10人ぐらいしかいなくない？最後にバーって出てくんのかな？ちょっとね、心霊が。うちには才能があるって思い直したわけや。誰かな？おじいちゃんかな？ああ、いい写真。うわー、いい写真だな。いい写真。でもまゆみちゃんのねえ、カプコンさん、ありがとうございました。なんでね、何それ、ちょっと、まさかまゆちゃんこれ最終回じゃないみたいだなごめん、最終回じゃなかったわ。もう俺も完全浸ったのにな。いや、サムネ候補が多すぎるわね。ずるいよな。ちょっとやるわ。何これ、おしゃれ。どうした、急におしゃれな演出するじゃん。なんか進化してるなに、なんか気合の入り方が違うぞお前。1話から4話と
動きがめちゃくちゃ多いじゃん。どうした？この時間がいいからごめんここで終わっていい？結構長いよ多分これ普通に。ごめん、ここで一旦切るわ。まあとりあえず逆転裁判、まあなるほどが主人公と思われるパートは終わった多分。まあ一応その第5話が終わった後にもう逆転裁判1のね感想は言っていこうかなとは思うわ。ただ今回はねいつも通り普通に終わろうかなと思うわ。じゃあ、あざした。